始まりました日経カレッジラボの時間です所長のパックンですよろしくお願いしますさあこの番組はどんな番組なのか助手のケイシーさんに説明をお願いしますはい皆さんこんにちは助手のケイシーですこの番組は日経 CNBC と日経新聞が運営する学生向けキャリア支援サイト日経カレッジカフェとのコラボ番組なの出演するのは現役大学生とさまざまな企業のエキスパートたち その両者が就活商品開発などのテーマにとってトークを展開学生の本音やアイディアから企業の新たな戦略や事業を生み出していこうという番組なのそれでは一緒に研究してもらう大学生をご紹介しましょう鼻がとっても柔らかいです本当かな東豊大学の大野きなこさんですお願いしますお願いしますフランスに行ってチーズが食べたい早稲田大学の伊藤さとしさんです お願いします。ます趣味は散歩。明治大学。名田和史さんです。お願いします。しますそして本日も企業のスペシャリストにもお越しいただいています。三菱商事株式会社復興支援室長の。熊五郎さん、お願いします。よろしくお願いします。ます特定非営利活動法人グリーンバード代表の横尾さんです。お願いします。お願いします。 さらに今回も日経カレッジカフェから編集長の村山さんにもお越しいただいてますお願いしますはいよろしくお願いしますこの6名を迎えして議論するテーマはこちらです今週から社会貢献のテーマに4回にわたって議論していきます1回目のテーマは社会貢献って何社会貢献と聞くとボランティアや寄付など思い浮かべる方が多いと思いますが学生の皆さんが考える社会貢献とは 何なんでしょうか?。さらに企業のスペシャリストたちからも、社会貢献について、いろんな意見を聞きたいと思います。それでは、大野ひ平子さん。はい、考察を教えてください。はい。社会の課題に対して、意識を持って行動し、解決しようとすることだと思います。お、これが社会貢献ですね。意識しても、意識を持って行動する。 社会課題ってこうたくさんあると思うんですけど、うん、私の場合は貧困っていうことに、えっと、意識を持っていまして<お>でそれに対して、まあ、行動って言った人それぞれだと思うんですけどボランティアをするっていうことだったりとか、うんまあ、インターンシップをするいろんな形があってで、えっと、それに対して意識を持って 行動するでそれから解決しようとすることその結果解決できるかできないか特に学生の力だとまあなかなかそれでじゃあ貧困がなくなくなりましたっていうのはすごい難しいと思うんですけどでも解決しようとすることそれだけで私は社会貢献だというふうに思います。大野さんは実際にこの貧困問題に取り掛かっているわけですね。はいそうですね昨年一年間はフィリピンに行ってきまして<お>でそこで NGO でインターンをしながら貧困問題っていうふうなことをビジネスを通して 解決できないかと思って勉強してきました。なるほど。社会貢献しようと思ったんですか、それとも私は何かしなきゃいけないという、なんか義務感が。あ、どちらかというと、最初は、まあ。その問題意識、そのフィリピンに行った時に。うん、なんか、あ、この貧困っていうのはすごい理不尽だっていうふうに思って。うんうん、それから行動しなくてはっていうよりは、自分が。それを知りたいとか、やりたい。うんうん、好きだなっていうふうに思ったことがきっかけ。ですね。細川さんは。まあ、三菱さんという大手企業の中でも、こういう社会貢献を。 仕切る立場でいらっしゃるんですね。こういう意識を持っている方、社員として多いんですか。いや、と、あの最近は本当に多いと思いますね。で、うん、特にやっぱり一番の節目になったのは、やっぱり東日本大震災。うんうん、やっぱりあの時は、やっぱりこう、もう上は役員から下新入社員まで。うん、自分で何ができるのかっていうことをですね。うん、もう。あの期間ずっと考えて、<お>やっぱり現地に行かせてほしいというような声が各方面から上がってきました。あ、そうなんですか。で、やっぱりそれで。 まあ、あの東日本大震災はですね、うん、まあトップの枝もあって、もう百億円というその。うん、まあ予算を組んで、いろんな支援をやる。<お>その中に、ボランティアというのを真っ先にですね、うんうん、えっと組み入れて、ええー、開始したと。今でもまだ続いてますよね。うん、ここであるデータを見ていただきたいと思います。社会への貢献内容なんですね。日頃から社会の一員として、何か社会のために役立ちたいと思っている方。その中で、どのようなことで。 役に立ちたいかと聞かれたところ社会福祉に関する活動と答えた方が38.8%と最も多くそして4番目に自分の職業を通してというのが25%もあります横尾さんこの数字を見てどう思いますかそうですねあのここに 出ててる数字にしてもです、ねまあ、東日本大震災先ほどあのおっしゃられましたが、うん、東日本大震災の後にですね、社にそもそも社会貢献をしたい、うん、社会に役立ちたいという人の数がです、ね、そ,のそこのスパイが広がっているというデータもありまして、うん、だから、まあ、あの皆さんそのあの東日本をきっかけに自分が何ができるんだろうと多分その3月11日思ったと一、うん、回思って東被災地に行ってそこでやってきてじゃあ今後さらに。 かめていくにはどうすればいいんだろう。うんうん、そのためには、仕事をどういうふうに選べばいいんだろうとか。まあ、そういうふうに思ってる人たちが増えてるんじゃないかなと思います。なるほどね。続いては伊藤さん、<laughs> 考察をお願いします。はい。私が思う考察は。社会に役立つ研究を続けることです。お、研究なさってるんですか。はい、えっと、私は大学で生物学を専攻していて。<お>で。 新薬につながるような生物の構造を解明するような研究をしています。いう曲は製薬会社でお勤めになりたいですか。そう、一つの選択肢になってます。うん、それはお。で、この、まあ、新薬を開発して、はい、いずれはそれを飲む方も助かるとか。はい。それを含めて社会貢献だと。はい。いう解釈なんですか、はい。の、ボランティアなどでワクチンを配られる方や、うん、寄付をされる方がいらっしゃるとは思うんですけれども。うん、そのワクチンを。 実際に作っている人は誰なのかっていうことを考えたときに私たち研究者がやっていることなのかなと思いましてそこが社会貢献につながるのかなと思いました確かに村山さんこれ大きいかもしれないですね,、うん、ですねあの現地に行かれてワクチンを配っている方はよく社会貢献として目,、まあ、目立つ存在というかみんなが思い浮かべる存在だと思うんですけど裏の研究室で 日頃研究を重ねている方も大きな社会貢献しているわけですよね。そうですね。あの企業の存在自体がですね。非常に社会性を帯びているわけですから。その中で社会に貢献できることっていうのはかなりね、可能性があるなという気がします。お<う>ちなみに、どういう新薬を作りたいですか。本当に学部生として勉強している段階ですので。うん、大学院に進んだり、企業に入った後に。どのようなものが問題となっているのかをしっかりと。うん、知った上で。うんうん。 決めたいと思います。なるほど。はい。できたら、花粉をどうにか。はい、花粉が嫌って思っていただきます。<laughs> 私も大変なんで花粉症あ、花粉症。花粉症。はいや。花粉症。解消できるような薬開発したら、<laughs> おそらくノベル賞だと思います。<laughs> 頑張ってください。それでは最後、奈良さんの考察をお願いします。はい。僕は考える社会貢献というのはと、社会の一員としてやるべきことだというふうに思います。 多分あの社会貢献とか言うとちょっと仰々しくなってしまうと思うんですけど要は社会に対して何かしらの形で貢献できればいいわけでまあただ大事なのはやっぱあの一人一人がその誰か他の人のために何かをやろうっていう意識なのかなというふうに思います。 はい、実際に奈良さんはそういう意識を持っていらっしゃるんですか。えっと、持ってるつもりで活動、あ、今、あの、まあ、任意団体なんですけれども、うん、発達障害の持つ方々の支援。をやらせていただいています。お具体的にどういう活動ですか。はい、えっと、まあ、コンセプトとしてはですね、うん、あの、発達障害を持っている人の強みを伸ばして。自分らしく生きられるような、世の中を作りたいっていうところで、活動しています。うん、今はだから、コミュニティを作ったりだとか、そのコミュニティに対して、いろんな、あの、まあ。機会提供をしたりだとか、あるいは大学で、あの、簡単な講演を。 やったりだとかを今計画したりしています横尾さんこの大手企業がやる社会貢献そして学生社会人個人個人でやる社会貢献さらにはこういう非営利活動法人がやる社会貢献結局同じものなんですかやっぱりそれぞれ役割が違うんですかね、うん、あのやっぱり同じというか 分野はやっぱり似てるるとといいうか重なるところすすごく多いんですね、まあ、私たちにしても企業さん大企業さんと一緒にやらせていただくとかあるいは学生さんと一緒にボランティアの活動をやる、まあ、そういうことがやっぱりたくさん日々起きている、まあ、行政も含めてですけど起きているので一緒にやるということは一緒なんですね。ただまあ役割としてそもそもの役割がちょっとだけ違うのかなと思うところは例えばあの社会課題があるとで社会課題のそのためのアイデアがある解決策があるとい、まあ、った時にじゃあ,あの 企業さんの場合はじゃあそれをじゃあ実際の商品の開発サービスの開発だとか、うん、あるいは基本的にはそういう商品サービスの開発あるいは先ほどあの薬の研究、まあ、そういうふうに、えー、新しいものの研究開発の中で、えー、それに対して社会に対してアプローチしていくでそれに対して一定程度の利益をやっぱり得る。 っていうところがやっぱり一つあると思うんですね。で一方で行政でいうと、まあそのアイデアに対してみんなの利益になるようなことに対してお金を出して税金を使ってやるっていうところだと思います。うんうん、ただ僕らの NPO の場合は、ような NPO の場合は、まあみんなの利益には必ずしもないかもしれない。でそこに必ずしもお金が事業性がなくてお金が儲からないかもしれない。だけどここには困ってる人は必ずいるから、行政も企業も手を差し,差し伸べ切れないところに対して僕らが やっていくでその時は僕らだけじゃなくていろんな企業さんだとか学生さんと一緒に、えー、これをぜひやっていきましょうというふうに説得してやっていくというようなケースが多いようす。こういう大手企業の社会貢献とか、えー、またはそういう、えー、営利活動法人に入ろうかかなと思ってはいますか私は将来的にはその草の根で貧困の現地の人たちと一緒に対話をしながらやっぱり 貧困をなくしていきたいという思いがあるんですが、うん、まあ、何もその就職大きな企業で。それができるのであれば、ぜひ。そういうところで働きながらやりたいんですけど、今のところ。うん、ちょっとそれはできるのかな、企業の中でできるのかっていうのは、少し疑問に感じていて。それできないのであれば、自分で立ち上げてしまいたい。という,うふうに考えています。細川のさん、もし三菱商事の中でできないなら、<laughs> 大野商事を立ち上げると言ってますか。いや、もう、素晴らしい志で。<laughs> 今やっぱり我々企業に求められているっていうのはやっぱりこういった社会的な課題だとかもっと言えば環境的な課題気候変動だとかですね資の枯渇だとか今先ほどおっしゃったあの貧困もそうですねでこういったものをやっぱり事業に取り組んで取り込んでですねそれをビジネス化して企業の価値も高めつつやはりその社会の価値環境の価値を高めるそういうビジネスモデルを作っていかないとウィンウィンウィンの関係でその3つがですね 成長していけないなという問題意識を持ってます。もしかすると、もう近い将来、えー、かなり企業と一緒にやることによってですね。あの今、お考えになってらっしゃる理想よりも、もっと大きなことができる可能性は僕はあると思います。<お>はい。まだまだ夢がちっちゃいよ。<laughs> <laughs> まあ挑発し合ってるわけでではないです皆さん仲良く社会貢献を考えている場合ですさあ CM の続いてまだまだ学生さんの質問をいろいろ受け付けたいと思います学生と企業のマッチング番組日経カレッジさまざまな研究テーマをもとに現役大学生と企業が激論を交わす学生の本音に多彩なエキスパートたちがその場で回答予測不可能な化学反応が 私パックンがラボの象徴となり新規事業や成長戦略の手がかりを探り出します「日経カレッジラボ」は毎週木曜日20時30分からの放送です「DON'TMISSIT」「日経カレッジラボ」今回は社会貢献について議論しておりますここからは学生さんからの素朴な疑問を受け付けたいと思いますスペシャリストの皆さんもよろしくお願いしますそれでは参りましょう大野さんあなたの疑問ははい 社会貢献で生まれた商品やサービスを一般化するにはどうしたらいいでしょうかおうボランティア活動とか社会貢献してる中であこれは売れるんじゃないかと、はい、一般化したいものとか思いついたんですか そうですね実際に、えっと、フェアトレード商品でオーガニックのもの、うん、やっぱり途上国フィリピンは特にフルーツとか自然がたくさんあるんですけど、うん、まあそこから結構オーガニックの質の高い商品とかが売れるんですけどどうしてもやっぱりこれはフェアトレードですよとか貧困の人たちが作りましたお願いしますみたいな感じでなんか同場に働きかけて売られてる商品っていうのはたくさん見かけるんですけども実際消費ってやっぱすごいナチュラルな 欲求に働きかけるものであってそれが消費する商品を買うことイコール社会貢献っていうふうになったらまあすごくいいなで社会貢献してくださいって言うとすごいなんか特別な一歩なんか頑張んなきゃっていうのになると思うんですけどどっちかっていうとこの商品を買うことでな,なんならこの商品って実はその裏には貧困の人たちを救うことができるとかそういうのがあったんだぐらいの気持ちがえっと普通に世の中で行われていたら 一番素敵だなって思うんですけどやっぱりなかなか今それが難しくてちょっと思うんですけどどなるほど、はい、今はあの棚に並んでいる商品だとあの、まあ、普通の大手企業が作った商品と、うん、そのフェアトレードなど、うんまあ、貧困層、えー、救済用の商品が並んでいる時はここは思いっきりフェアトレードとか「どこどこのお店さんが頑張って作りました」<う>あの「値段はちょっと高めだけどこっち買ってください」みたいな。うんうん そういういいいメッセージがななとと買ってくれまあそれは多分原産国の名前だったりっていうのもあると思うんですけどてかなん何ならあんまり一緒に並んでるのを見かけない。なるほどどうですかこれやっぱり商社さんの仕事ですまり、ね、<laughs> これはどうですかやっぱり社会貢献で生まれた商品を一般化するにはまあ普通の大企業が大手企業が生み出した商品に。 まあの狙うこうマーケットのターゲッティングがやっぱ違うと思うんですよね、うん、それで,そでやっぱりこのいわゆるご存知だと思いますが BOP ビジネスみたいなものっていうのはこれからものすごく拡大していく、うん、あの本当世界のですねマジョリティがそこにいるっていうような状況の中で、うん、そこのマーケットを狙わずにどうするんだっていう気分っていうのは今すごく生まれている。 やっぱり欧米の,あの飲料メーカーですとかあの食品メーカーはです、ね、もう例えばアフリカですとかそこで、廉価で、えー、とマーケットをあのその人たちに、えー、とプラスになるような商品を薬品、ねうん、なんかも含めたんですけどもすで、えー、にもうビジネスを始めている、うん、で大企業がそこに行かないというのは多分幻想であって。 でまさに日本企業なんかも今までは買ってくれる人、うん、もうあらかじめもあの取りこぼれがないところしかこうマーケットにしてなかったところが今やまさにそこの部分、えっと、世界人口の半分以上を占める、うん、そこの人たちをターゲットとしてそこの人たちの社会的な生活を向上させるとともに自分たちも、うんえー、一定の利益を獲得できるというビジネスモデルが。 これからやっぱりどんどん進んでいくと思うので、それはまさに今の取り組みっていうのの中からですね。どういう企業が興味があるのか、っていうのをずっと見ていくってことっていうのは重要だと思うんですね。もちろん商社もそういうところに興味があると思います。はい、なるほど。と、はい、いうことはもしかしたらこう。先進国に持ち込むんじゃなくて、そのフィリピンでもその市場発達に貢献すればそれが。 まあフィリピン人どうしてもウィンウィンにつながって、お互いに少しずつこう生活水準を持ち上げる効果があるかもしれないですね、うん、村山さん、これ、大事な考え方の転換かもしれないですね,そうですねあの消費者の立場から見たら、エシカル消費っていうキーワードですよね。うん、エシカル消費、倫理的に正しいという基準で,ですね商品を選ぶということだと思うんです。 でかつて私たちは品質、価格、安全性の3つのキーワードでものを選んでいたと思うんですね。うん、だけど、今、ですね結構大事になっているのは、その恵んでやるっていう発想じゃなくて、倫理的に正しいかどうかで商品を選ぶ消費者でありたいっていう機運が高まってるんだと思うんですね。 だから大野さんが言っているようなものっていうのもこれから伸びていく可能性っていうのは十分あると思いますねなるほどで何も大手企業に頼まなくても消費者の啓蒙啓発運動でも十分その効果につながるかもしれないということですねおお面白いさあ続いての考察に参りましょう伊藤さんお願いしますはい私の疑問は就職しても社会や人あ役に立たないね <laughs> <laughs> それえっと研究をた例えば続けたとして、うん、で何十年研究を続けても成果が出ないとか役に立たないっていうことがまあゼロじゃないのでなるほどここがまあ仮に企業に就職したとして、うん、大学や研究所に残ってあの研究をし続ける方もいらっしゃいますが、うん、企業に入って研究をされる方もいらっしゃるので。 どっちまあ企業に入った方が社会貢献できるのかなと思ったりどうなのかなと思って確かに、ねはい、あのアフリカなどに飛んであの、はい、医療行為を行っているあの国境なき医師団の皆さんは明らかに社会貢献してるんですけど、はい、どっかの研究室に入ってるどっかの事務室に入ってる一般社員研究員はどうなのか。 横尾さんも個人的に多分社会貢献どうしたらいいのかと。いろいろ探りながら、今の道、このグリーンバードという。非営利活動法人を立ち上げることにたどり着いたんですけど、はい。この辺の悩みとかなかったですか。すごい悩んでです。あの学生の時にですね。うん、あの僕も学生の時実はボランティアことをやっていまして。で、その時に、あの、まあ、そのまま N. G. O. とか N. P. O. に就職するか。あの一般の企業に行くかって悩んだんですね。うん、だけど、ま NPO とか NGO とかって社会課題を解決するってなかなかそこでお金を直接的に生み出しづらいし継続的なお金を得づらいでそのための僕はスキルも能力も何もないとだからとにかく企業に行ってでそこでちゃんと経営的な視点ビジネスを作るっていう視点を学んでちゃんとお金を作ってそこに継続的に支援をしていくんだそういう仕組みを作ろうそれを勉強しようと思ってですねの場合は企業にが入ったんですで大体もう OK かなと思った頃にじゃあ 自分で NPO やるかと思って始めたのが今グリーンバードなるほど。どうですかやっぱり消費者も含めてこの経済活動というのも、まあ、お互いに消費者も提供する会社も企業も、まあ、お互いにウィンウィンで喜びを交換し合ってるからこれも社会貢献という解釈でもいいんじゃないかなと思いや私たちはそう思ってるんですね。うんで 会社っていうのはやっぱり社会性を非常に持っているところがあるのでうん、うん、やっぱり何かしら社会に役立つから存在しているわけですよねで我々で分かりやすいところで言うとやっぱりこう資源だとか原材料だとか、うん、そういったものを、えー、やっぱりこう日本に安定的に調達することによって皆さんがていうかそのあの日本の経済が、ね、安定的に回るようにその一部のお手伝いをさせていただいている。 社会貢献というその一言という社会に貢献って先ほどおっしゃいました社会に貢献してるやっぱり組織であるんだという自負のもとにですねやっぱりその各所属員というのはやっぱり、うん、あのそういった意識で日々仕事をしていると思いますね。前半で紹介し,てしたデータの中でも自分の職業を通して社会に貢献したいと思った方が非常に多いわけですね。自分がやってる仕事 まあ、プライドを持って一生懸命やってればそれだけでも社会貢献だと、えー、お笑い芸人の僕は言ってもしょうがないと思うんですけど <laughs> あの気にしないで一生懸命やっていただいてもいいかもしれないですね <laughs>、はい、少なくとも花粉症を解消してくれれば間違いなくな大きな貢献です <laughs> さあ最後の疑問に参りましょう奈良さんお願いしますはいと書きたいのは社会貢献イコールボランティアでないといけないのかっていうところですね えっと特に日本の NPO とかそうそういう風うに思われがちなのかなと思うんですけれどもうん、うん、例えばあの日本の NPO の CEO があの高給取りだったら多分叩かれると思うんですよあのアメリカとかだとそういうのって普通にあることなのかな、うん、あの NPO の社長が結構いろいろお金はたくさんもらっていても別にそんなにあの何も言われないのに日本で多分それをやると。うん おそらく叩かれるとなぜそれが叩かれるかっていうとおそらくその社会貢献みたいなのがボランティアでやらないといけないんだろうというようなその固定観念というかイメージがあるかからなのかなのといいううふうに思っていてそうなりますと将来社会に貢献したいボランティアでやらなきゃいけないってことは自分の私生活保障できない子どもを養えないもう本当に。 厳しいい選択になっちゃいますよね,そう,ですよねそうなるとやっぱその社会貢献ってことをやりたいと思っていてもできないってそういうイメージが邪魔をしてしまうっていうのはあるのかなというふうに思います。なるほどねということで高級取りの横尾さん。そうですね僕もともと会社員だったんですけど <laughs> 今 NPO の代表をやっていて実際給料減りました。おでももら <laughs> ってる 別に非営利法人だからといって <laughs>、はい、あの CEO も含めて、はい、社員もみんな給料もらえなないいわけではないで、ね、はい、そうですねあのボランティアというのは一つボランティアをやる例えば被災地に行ってボランティアをする、まあ、そういうことを続けていくということが大事だとすると、うん、それを続けるためにはある程度の組織を作らななきゃいけないけですねで事務局としての組織があってでそこがボランティアを派遣したりだとかこういう社会課題を解決しようという。 決めてでそれに対して人を送る、うん、お金を送るまあ、人お金を集めるということをするんですねだからまあ事務局の機能というのは絶対必要で、うん、そうするとその事務局を維持するための人がいるとでその事務局員としてはその人は給料をもらって働いているというと、うん、状況になります、ね、でも村山さんやっぱりこの無償というイメージが払拭できない中で、うん、社会貢献するか就職するか世界を助けるのか自分の家族自分の生活を 守るのかという、この選択になってるのは、なんかもったいない考え方な気がします、ね、いやそれはそうですね、どっちか片っぽだけっていうんじゃなくて、両立でできたら本当にいいですよね、うん、だからさっきあのあれ、奈良さんが言ってくれたみたいに、アメリカだとです、ね、かなり高級を取ってる CEO はいますし、うん、それからある程度、お給料を出さないと優秀なスタッフが集まらないっていう現実もありますし、いいことだから無償っていうことを決めつけるっていうのは、ちょっと違うかなと、そういうふうに思いますね。 さてここで独断と偏見で決めました本日の研究結果を発表しましょうこちらですじゃんギ iving my way 社会貢献を考えてきましたけど「going my way」という「我が道を歩む」という表現皆さんご存知だと思うんですけどギ iving 我が道で提供する貢献するということも考えられるんじゃないかなと思いますまだ4回の中の1回目まだこの議論は序の口なんですけど 一人一人がどうやって社会に貢献できるのか就職するのか研究するのか現地に行って何かするのかそれとも組織を立ち上げるのかそれぞれの貢献の仕方はそれぞれ個人で考えてもいいかもしれません何も今までの固定概念で決められた道を歩む必要はないかなと感じましたということで本日はここまでですまた次回お会いしましょう See you soon! 学生と企業のマッチング番組日経カレッジさまざまな研究テーマをもとに現役大学生と企業が激論を交わす学生の本音に多彩なエキスパートたちがその場で回答予測不可能な化学反応が私パックンがラボの象徴となり新規事業や成長戦略の手がかりを探り出します「日経カレッジラボ」は毎週木曜日20時30分からの放送です 次回の日経カレッジラボ研究テーマは社会貢献活動に学生がどう関わっているのか活動内容やその規模学生だからできることできないことなど社会貢献のプロと徹底議論します一体どんな議論になるのかそしてどんな研究結果が導き出せるのか次回の日経カレッジラボお楽しみに